ホセルイス・ロドリゲス・ベ・バンスは、ウルグアイ・パイサンドゥ・兼・パイサンドゥ出身のプロサッカー選手。スーペルリーガ・アルェンティーナのラシンクラブに所属している。ポジションは DF。愛称は、ピューマ。2016年に、トルネオ・ウルグアージョ・コパ・コカ・コーラのダヌービオ FC のトップチームに昇格し、4月3日のラシンクラブで、モンテビデオ戦で、プロデビュー。以降出場機会が増え、 2018年シーズンはリーグ戦25試合に出場するなど主力選手に成長。9月にはレアルマドリードがロドリゲスの獲得に興味を示しているとも報じられた。その後2019年7月にラシンクラブへのローン移籍が決まり、11月25日の CA タジェレス戦で移籍後初出場を果たした。2017FIFAU-20 ワールドカップで U-20 のウルグアイ代表の主力として活躍。グループリーグで対戦した日本代表を本領した。代表は準決勝まで進んだもののベネズエラに、準決勝で敗れ、4位入賞にとどまった。2019年からは2020年、東京オリンピック出場をかけて U-23 代表でプレーしている。ありがとうございます。